マスー TV。 はい、マスー TV です。はい、皆さん、今日6月21日って何の日かご存知でしょうか？実は6月の第3日曜日はね、父の日なんです。父の日。なんとなくね、母の日よりもなんか印象薄いイメージですけど、父の日なんですよ。ね、ちゃんとね、皆さんね、父の日にね、離れて暮らしてたりしたら、ありがとうとかね、電話かけたりとか、ちょっとプレゼントを渡したりとか、まあね、そういうことをしたりしていますでしょうか。僕はね、兄弟でね、今年はね、ちょっとあるものを父の日にね、父にプレゼントしようということでね、兄弟でみんなでなったんで、それをしました。でもね、やっぱりね、それだけじゃなくて、電話でね、いつもありがとうと伝えることが重要だと思いまして、今日はですね、実際に父に電話をかけてみたいと思います。 YouTube やってることをどう思ってるのかとか、まあね、いろいろちょっと聞いてみたいと思います。はい、ちょっと怒るかもしれないけどね、お父さんね、おいおいおい、俺を動画に出すのかと怒るのかもしれないですけど、ちょっとじゃあかけてみましょう。お、なった。はい、聞こえます？もしもし、お父さん？はいはい。はい。今日、あれでしょ？父の日だから。ちょっと電話してみた。ありがとうね。そう。父の日6月21日。どう？お父さん。最近は。ぼちぼちだね。へえ、ぼちぼち。まあ、体気をつけて。もう大丈夫なのか？何が？ああ、まあ仕事とかね。どう？まあ、お父さん、実はさ、今さ、今日の、俺、動画やってるの知ってるよね。でさ、今日の動画さ、父の日に電話をかけてみようっていう動画でさ、お父さんの声撮ってんだけど。あ、そう。大丈夫？全然いいよ。あ、そうなんだ。へえ。ただ、元気かなと思って。ありがとうね。で、ちなみにお父さんさ、俺がさ、動画やってたりするのはどう思う？まあ別に、仕事が仕事だから、なんでもいいんだよ。ああ。だから、こう、思うにね、なんかやっぱりあれだよ、もし同じやるにしてもさ、なんか社会のために一つもない役に立つっていうさ、ああ、社会のためにね。やった方がいいと思うよ。まあ、それはね、そういう気持ちではやってるんだけどね。どんな動画撮ってもいいんだけどさ。あるよ、それは。だって俺前仕事してたやつだってそういうことじゃん。人の役に立つさ、仕事を選んでさ、やってたじゃん。今もそういう気持ち。毎日さ、やってるとさ、お前は毎日違うけどさ、そうなんか思うじゃん。まあね、いろんな仕事してたらね。もう本当にだよ。だからやってたのもあるんだけどさ。ああ、まあね。まあね。何？お母さんもまだ具合があんまり良くないみたいだし、俺のことはどうでもいいけど、お母さんの方が頼むな。まあまあ、お父さんもお母さんも長生きしてください。いや、お父さん長生きだ。あ、そうなの？あ、そうなの？まあ。本当だよ。あ、まあ。ねえがもらいたくないし。はい。ありがとうな。じゃあな。体気をつけて。はい、ありがとうね。はい、バイバーイ。ということでね、父親と電話してきました。もう途中からね、何言ってんのかよくわかんなかったけど、まあちゃんとね、父の日に、こうね、いつもありがとうということをね、しっかり伝えられてよかったなと思います。いつ死ぬかね、わかんないしね、自分もね、お父さんも、みんなね。はい、まあ伝えたいことは今伝えましょう。ということで皆さん、今日は6月21日、父の日です。ぜひ皆さんも電話でもしてあげてみてください。ということで、今日も最後までご視聴いただいてありがとうございました。はい。以上、マスオ TV でした。バイバーイ。